これは私とシーリン二人のこと、決着をつけないと。でももうみんなを巻き込みたくない。もう周りの誰かが傷つくのは見たくないの。ヨルムンガンド万歳。ただのジョークさ。明るいジョークで我々の話し合いに和やかな雰囲気をもたらしたかっただけだよ。話を戻すよ。ようこそヨルムンガンドのリーダーよ。いつか君とはこうして会うことになると予想していたんだ。君の名は知っている。君の正体もね。僕は君のことを尊敬しているんだ。君はカスラナの先祖、全文明の人類を率いて終焉まで戦った英雄。しかし同時に君はヨルムンガンドの孫主、聖魂計画の執行者。ケビン・カスラナ、君は僕に宣戦布告をしに来たのかい？違う。ヨルムンガンドは天命の敵になるつもりはない。ここに来た目的はただ一つ。聖魂計画に協力してもらうためだ。要求には相応の対価が必要だ。何をもってして僕の承諾と引き換えるつもりだい？君の承諾はいらない。服従か滅びるか、君に与えられた選択肢はこの二つだけだ。いやいや、それはいい案ではないよ。君にどれほど強い力があっても、今この世界は僕の天命が維持しているんだ。最悪な展開を想像してみよう。天命が全ての資源を、力を費やして最後までヨルムンガンドと戦うことを。そう、天命は負けるが、君は時間を失ってしまう。君は大事な時間を失ってしまうのだ。そうしたら君は最後の日が降臨する前に聖魂計画を実現できない。そんな結果は望んでいない。そうだろう？だからちゃんと話し合うべきだと思うよ。何せ僕もヨルムンガンドとの戦闘を望んでいないからね。要求は何だ？僕にも計画がある。終焉が来る前に実現させなければならない計画がね。しかし崩壊は加速している。人類の想像を超えたスピードでね。文明が進化するように文明の宿敵も進化しているのさ。
今世界各地で起きている無秩序な崩壊現象は、まさに次の虚数侵入の兆し。第五律者は、もうすぐ降臨する。その通りだ。君には君の使命があるように、僕には僕の願いがある。しかし、終焉の律者が降臨すれば、何もかも実現しなくなる。時間は流れていく。君だろうと、僕だろうとも。無意味な争いをするより、協力こそが最善の選択だと僕は思う。あるものが必要だ。君が持っていて、しかし君にとっては価値のないものがね。それさえあれば、僕の500年間の願いは叶えられる。それと引き換えに、オットー・アポカリプスという人間は、君、そしてヨルムンガンドの前から徹底的に消える。何が欲しい？第二の神の鍵。永劫の鍵、旋回一条。そのビーコンを君が持っているのは知っているよ。天命が入手した神の鍵は完全ではなくてね。最も大事な部分は、1500年前に君と共に例の先行者によって漁師の海に封印された。ビーコンの導きがあれば、その第0低角出力を完全起動できる。虚数の木に行きたいのか？その通り。観測は永劫の鍵の本当の用途ではない。それが作られた目的は、空の律者の力を再現する。虚数の木への扉を開くことだ。扉の向こうは永久の瞬間、終末の起源、あらゆる真理と法則が生まれる場所。僕がたどり着かなければならない終点だ。その結果を分かっているのか？分かっている。君も分かっているだろう？お互いが分かっているからこそ、この取引に価値があるんだ。ビーコンを僕に渡せば、君はあらゆる平和、資源、それから時間を手に入れる。要求には相応の対価が必要だ。何をもってして、それと引き換える？ははは、いいぞ。そうさ、対等さ。対等はすべての礎、すべてを支えるもの。これほど歴史的な協力をなすために、僕はそれと対等の誠意を捧げなければならない。権力、富、知識、技術。そんなくだらないものは、君にとって何の価値もないだろう。君にふさわしいプレゼントは、これしかないんだ。これがあれば、君は完璧な傀儡を手に入れることになる。僕がいなくなっても、天命を操れる傀儡をね。今、虚空万象を君に渡そう。
はい、コーヒーよ。ずっと休んでないでしょ。ありがとうございます。信じられません。あまりにも突然すぎます。三日前、天球市にいた時は、まだあんなに元気で、何もなかったのに。ハイペリオンに連絡しておいたわ。すぐこっちに合流するはずよ。ベルトもこの件を気にしてる。安心して、彼ほど律者に詳しい人は他にいないから。私もキアナを安全な場所に移動させたいけど、偵察部隊の報告によると、極東付近には天命部隊の影がずっとあるわ。今の私たちが遭遇でもしたら、一巻の終わり。少しでも安全を確保するため、支援が到着するのを待つしかないわ。博士、一つお願いがあります。正式な診断結果が出るまで、どうかキアナちゃんには、内緒にしておいてほしいんです。彼女は危険な状態で私たちの助けが必要です。でもキアナちゃんがそれを知ればきっとまた何も言わずに消えてしまいます。キアナちゃんは何もかもずっと一人で背負い込んできました。これまでどんな気持ちで各地を転々としてきたのか私には想像もできません。わかってる。約束するわ。今一番大事なのは、彼女の心を落ち着かせることだもの。ありがとうございます。もうすぐ目を覚ます頃ですよね。医務室に行ってきます。待って。これは？顔を洗ってから彼女のとこに行きなさい。ちゃんとした再会は4ヶ月ぶりでしょ。シャキッとしなさい。メイ先輩。え？メイ先輩、久しぶり。いや、数日前に会ったばっかだったね。キアナちゃん、起きてたの？ううん、今起きたとこ。目が覚めたら知らないとこにいるから、びっくりしちゃった。でも、メイ先輩の姿を見て理解した。やっぱり、見つかっちゃったんだね。私たちに相談もせず、助けを求めようともしなかったの？
新しい髪型似合ってる。大好きだよ。メイ先輩、どんな髪型でも素敵だね。ごめん。ただいま。キアナちゃん。おかえり。おかえりなさい。キアナちゃん、体調はどう？何か違和感はない？ないよ。むしろたくさん寝れて元気いっぱいかな。無事に帰ってきてくれてよかった。少し怪我をしてたけど、テスラ博士が手当てしてくれたから安心して。あと過労気味だからきちんと休むようにって博士から伝言を預かってる。そういえば知らなかったわよね。極東支部はもう天命から離脱したの。今はネゲントロピーと協力関係を結んでいるわ。テスラ博士はネゲントロピーの幹部よ。この4ヶ月本当にいろいろあった。これまで何があったかゆっくり教えるわね。そんなことがあったんだ。きっとみんな変わってるだろうね。ブローニャは少し背が伸びてるかな。まあ伸びてないだろうけど。ブローニャちゃんはいつも通りよ。今ハイペリオンがこっちに向かっているからすぐに会えるわ。はあ、なんだか少しドキドキする。まだ心の準備ができてないかも。メイ先輩、ただじっと待ってるのも退屈だから、みんなが来るまで外を散歩してもいいかな。気分転換したいの。外を？今？でもキアナちゃんは体を休めないと。私がじっとしていられないタイプだってメイ先輩も知ってるでしょ。それに布いた方が早く治るって。ずっと寝てばかりじゃ心も体もなまっちゃうもん。せっかく長空市に戻ってきたんだし、ここを出る前にいろいろと見ておきたいんだ。わかったわ。でも私も一緒に行くからね。やった、メイ先輩と一緒にお出かけなんていつぶりだろう。メイ先輩のそばにいてくれれば、病気だろうと怪我だろうとあっという間に治るよ。もう遠足に行くんじゃないんだからね。やっぱ外の空気はいいね。キアナちゃん、ほらジャケット着て。わあ、綺麗に洗濯されてる。ありがとう。もうなくさないでね。よく似合っているわ。そんな褒めてくれるなら、これからずっと着ておこうかな。行きましょう。せっかくテスラ博士が許可してくれたんだから、時間を無駄にしないようにしなくちゃ。キアナちゃん、まだ起きたばかりだし、あまり無理し。わかってるよ。でも本当に大丈夫だから。ライデンブレード。
年前、私たちここで休んだよね。かしこも同じ景色。町も建物もみんな水の下だよ。メイ先輩、覚えてる？あの時もこうして町を歩いたよね。ええ、覚えているわ。ヒアナちゃんたら、走りながらお腹の虫を鳴らしてた。あと、すぐ食べ物の話をしていたわよね。そんなことは覚えてなくていいの。メイ先輩ってば変わった冗談よ。ちゃんと覚えているわ。あの時キアナちゃんと一緒にゾンビから逃げたこと。神社に行ったり橋に行ったり。思い出の場所はもう全部水没しちゃったのが残念だけど、ブローニャちゃんも一緒だった。思い返すとまるで昨日のことみたい。時間が過ぎるのって早いよね。気づいたらもう3年だもん。この3年間私たちもいろいろ変わったわ。そう？そんなに変わってないと思うけど。メイ先輩はメイ先輩で、私は私、昔のままだよ。少し付き合ってよ。まだ歩くの？結構ヘリオス号から離れているけど。うん、どうしても行きたい場所があるんだ。千葉学園に行ってみたい。上空市全体が水没してて道がわからない。メイ先輩は千葉学園への行き方わかる？もっと奥の方にあった気がするんだけど。昨日遠くからだけど学園の教室棟を見たわ。え、本当？それってどこで？ここから行けるけど学園まで通じているかどうかはわからないわ。それにあそこには多分何もないはずよ。いいの、たとえ廃墟になってたとしても行ってみたいんだ。ねえメイ先輩、連れてってよ。ええ、わかった、案内するわ。こっちの方だと思うけど。はっ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 は
のこの辺りで見かけたの。先に進みましょう。止まりね。あ、そんな。道が水没してる。歩けそうなところもなさそうね。キアナちゃん、どうする？あ、仕方ないよ。そろそろ時間だし、戻ろっか。キアナちゃん、ずっと聞きたかったんだけど、どうして長空市に戻ろうと思ったの？実はこれといった理由はないんだ。ただどんな風になったのか見てみたくて。あの時ヨルムンガンドと天命の衝突から逃げた後、頭の中がごちゃごちゃで体の調子も悪くて、だから人のいないところで落ち着きたいと思ったんだ。その時長空市のことが頭をよぎったの。人が迷った時って始まりの場所を思い出しちゃうのかもね。ここでメイ先輩とみんなに出会ったから、あの時の気持ちをここで探したかったのかも。メイ先輩。ううん、なんでもない。どうしたの、キアナちゃん？私ね、今でもあの日のことを覚えてるよ。この4ヶ月間、いろんな都市に行って崩壊のせいで苦しむ人々をたくさん見てきた。頑張って頑張って逃げようとしたけど、あの悪夢からは逃れられなかった。そして逃げるだけじゃダメだって気づいた。逃げることよりももっと大事なことが私にはあるって分かったの。大勢の人たちに、みんなに、そして自分の運命に向き合わないといけない。私はキアナ・カスラナじゃなかった。パパの娘でもない。私は実験体 K423、 空の律者の器。違うわ。大丈夫だよ、メイ先輩。大丈夫だから。全てを受け入れたのは、何も私がやけになったからじゃない。逆に自分のすべきことが分かったからなの。空の律者を封印することが私の責任。それだけじゃない。彼女の力で苦しむ人々を守ることもそう。崩壊のせいで傷だらけになった世界を救うことだってできる。天球史でたくさんの人を助けたけど、助けられなかった人もたくさんいた。でもあそこで過ごした日々は私にあることを分からせてくれた。メイ先輩、私が生まれたのは運命のいたずらだったかもしれない。でも私は
それを意味あるものに変えることができる。私の物語は美しくないかもしれない。だけど、この世界をより美しくすることはできる。これは、あの人との約束だから。キアナちゃん。今思えば、これが長空誌に戻った理由かもしれないね。ここが全ての始まり。3年前、私はここを走って、戦って、遠いどこかに向かおうとした。そして、メイ先輩やみんなと出会って、美しい世界のため、戦うことを願った。それが、私が最初に抱いていた気持ち。今でも、私は自分の選んだ道を歩み続けてる。そう考えると、そんなに怖くないんだ。何も変わってない。キアナちゃん、名前も生まれも関係ない。あなたはあなたよ。私の、そしてみんなの大切な仲間。ずっとずっとそばにいるから。うん、ありがとう、メイ先輩。この4ヶ月いろんな再会を想像してきたんだ。ここでメイ先輩と再会できて本当によかった。はあ、ただ千葉学園に行けないのはちょっと残念だけど。全てが落ち着いて何もかもが終わったらまたここに戻って千葉学園に行ってみましょう。あまり長いとテスラ博士が心配するわ。うん、わかった。メイ先輩は先に行ってて、もう少しだけ学園を見たらすぐ追いかけるから。海面がまた上昇してる。それに崩壊エネルギーが土や水の中から少しずつ湧いてきてる。やっぱり長空誌に異変が起きてるみたい。何かがもうすぐ爆発するんだ。いけない、こんな危ないことに巻き込めない。話したらすっきりした。なんだか気持ちが軽くなったし、どっちが早く戻れるか競争しようよ、先輩。調子に乗らないの。まだ万全の状態じゃないんだから。ちぇ、分かったよ。この音は、あっちからだね。
ちょっと待って。私を呼んでる？なんだか他の崩壊獣とは違う気がする。怖がらないで。傷つけたりしないから。キアナちゃん、何をしたの？ひどい怪我なのに、必死に立ち上がろうとしてる。おかしいんだ。こいつを見てると、どうしてか懐かしさがこみ上げてくるの。これで元気になったよね。ほらね、攻撃する気はないみたい。キアナちゃんの命令に従っているの？うまく言えないけど、このまま放っておくと、こいつが危ないことをしちゃうような気がする。素直に言うことを聞いてくれてるし、それに越したことはないんじゃないかな。ずっとキアナちゃんにくっついて、離れたくないみたいね。その子をヘリオス号まで連れて行くの？あ、そっか、そこまで考えてなかった。でも、あの赤毛のツインテール博士なら、話せば分かってくれるよね。あのね、野良犬や野良猫ならまだしも、崩壊獣を拾ってくるなんて聞いたことないわよ。人型ロボット、難民の女の子、そして審判級の崩壊獣。次はヨルムンガンドの幹部でも連れてパーティーを開くなんて言わないわよね。すみません。ご迷惑をおかけして。まあいいわ。熱に怒ってないし、ちょっと意表をつかれて驚いただけよ。でもある意味、その崩壊獣がキアナに従順なのはいいことよ。厄介な敵が減るってことだからね。しばらくはこのままヘリオス号にいてもらいましょう。で、話を戻すけど、あんたたちが出かけている間、本部との話し合いに結論が出たの。キアナちゃんを治す方法が見つかったんですか？テスラ博士？ついてきて。直接説明したいって言われてるの。アインシュタイン博士、どうされたんですか？メイ、もうテスラ博士からキアナの状態を聞いているね。はい。楽観はできないと。もう、あまり時間が残されていないとも聞きました。博士、どうすればキアナちゃんを助けられるんですか？メイ、君には全てを知る権利がある。だから君には包み隠さず、全てを伝える。話し合いの結果、キアナはすぐにでも北極海近くのバフィン湾基地へと移送させ、安全措置を講じることとなった。ネゲントロピーは彼女を危険から守り、
最悪な状況を防ぐと同時に、リスクをなるべく最低限に抑えたいと考えている。リスクですか？意味がよくわかりませんが。メイ、落ち着いて聞いてほしい。キアナの状態はかなりひどい。リチシャコアが彼女の体を今も侵食し続けているんだ。コアにはまだシーリンの意識が残っていると、そう僕たちは推測している。これ以上の悪化を防ぐには、シーリンを徹底的に消滅させなければならない。しかし、それはキアナを除いて、誰にも干渉できないことなんだ。どういう意味ですか？つまり、僕たちの力では現状の打破はできない。テスラ博士といくつも案をひねり出したよ。外的な力によってコアを強制的に剥離させる方法や、中和結成で体内の崩壊エネルギーを浄化させる方法とかね。だが、いずれの案も却下された。どれも根本的な解決に至らないからだ。もっとストレートに言うと、僕たちには彼女を治す方法がない。彼女の症状を緩和する術すらないんだ。そんな、まさか、指をくわえて、ただ見ていることしかできないんですか？アインシュタイン博士、もう一度考えてください。どんなことでも手伝います。たとえ時間稼ぎにしかならなくても、協力は惜しみません。本当に、本当に、方法はないんですか？すまない、メイ。キアナは必死に侵食に抗っている。僕たちは彼女を信じると同時に、全力で治す方法を探すしかない。しかし、最悪な展開になれば、悲惨な決断も下さなければならないだろう。悲惨な決断って何ですか？すみません。聞かない方が良かったですよね。わかりました。メイ、あの難民の女の子があんたを訪ねてきたわよ。何の用か聞いてきたら？わかりました。彼女にとって残酷すぎるわ。深呼吸してリラックスした方がいい。君もいい状態とは言い難いんだ。これから、キアナ本人と向き合わなければいけない。メイ、こんにちは。クーちゃん、どうしてここに？実はね、今回先生が戻ってきたのは、私たちを超空師から連れ出すためなんだって。信じられないよね。外に新しいお家を用意したから、みんなをそこに連れて行ってくれるみたい。今、みんな喜んで荷物の片付けをしてるんだけど、メイとキアナさんのことが気になってね。ここを出る前にもう一度会いたかったから、こっそり抜け出してきたの。もうキアナさんを見つけたって先生から聞いたよ。今どこにいるの？あ、ごめんなさい。キアナちゃんは少し疲れてて、中で休んでいるわ。
ごめんなさい。忙しかったかな。これ受け取って。これは、てるてる坊主？うん、自分で作ったの。超空誌を出て外の世界を見てみたいって毎日お願いしてたら、本当に叶ったんだ。だから、メイのお願いが叶うように、メイにあげる。先生以外に私たちに優しくしてくれた人は、メイと博士だけだから。二人のこと、絶対に忘れないよ。危険だから巣まで送るわ。一緒に歩きましょう。Yeah!
着いたわ。さあ、行って。みんなが待っているわ。どうしたの？気のせいかもしれないけど、メイが何か悩んでるような気がして、キアナさんを見つけたのにどうして暗いのかなって。まさか喧嘩？そのちょっとしたトラブルがあったの。心配しないで、なんとかなるから。うん、わかった。あ、そうだ、もしキアナさんが落ち込んでたらカレーを作ってあげて。メイのカレーはみんなを笑顔にするから、キアナさんも食べたらきっと嫌なことを忘れるはずだよ。ありがとう。やってみるわ。クー、そこで何をしている？早くみんなのところに行くんだ。もうすぐ出発する。あ、はい。あの子は本当にお前が好きだな。どうしてもお前にお別れを言いたかったみたいだ。気づいたらお前のとこに行っていた。子供たちをどこへ？そう疑うような表情はよせ。安全な場所だから安心しろ。ずっとあの子たちを連れ出したかった。やっとチャンスを手にしたんだ。お前に礼を言わないとな。今まであの子たちは外の世界や他人の目、よく知らない環境に怯えていた。お前があの子たちの考えを変えてくれた。見知らぬ人にも優しさや善意があると、お前が子供たちに教えてくれたんだ。あの律者が子供たちの心に残した空洞をお前が埋めた。この真相を子供たちが永遠に知ることがないよう願っているよ。本題に戻ろう。その沈んだ表情を見る限り、今のキアナの状態を十分に理解したようだな。嘘ではなかっただろ？確かにネゲントロピーは彼女を治すために動いてくれるが、その全てが無駄に終わる。どうやって彼女を助ける？理想を追い求めてか？希望を抱いてか？それとも人と人との思いとやらでか？黙ってください。ああ、すまない。誤解するな。お前を嘲笑うために来たんじゃない。お前と争っている暇もないんだ。ただお前なら知りたいだろうと思ってな。ライデン・メイ、ヨルムンガンドはお前と取引をしたいんだ。あの娘を助けたいんだろ？天命にはそれができない。ネゲントロピーにもだ。だが、ヨルムンガンドにはできる。何ですって？私の提案に興味があるなら、2時間後、一人でここに来い。用事があるから先に失礼させてもらう。待ってください。今の話を聞かせてください。これは私たちだけの秘密だ。他言はするなよ。ヨルムンガンドの孫主が、ここでお前を待っている。クー、荷物の片付けは終わったか？はい、いつでも出発できるよ。でも、本当に先生は一緒に行かないの？ああ、用事があってな。少し遅れる。心配するな、すぐに追いつく。お前はいい子だ。私がいない間
みんなの世話を頼む。おお。元気を出せ。ずっと外の世界を見てみたかったんだろ。新しい家は広くて、お前たちの好きなものがたくさんある。長空師とは全く違うから、楽しみにしているといい。うん。今回の旅を楽しむよ。でも、いつここに戻ってくるの？はじめまして、キアナ。すでにメイから聞いてると思うけど、一応自己紹介しておくわね。私はフレデリカ・ニコラ・テスラ。こっちはリーゼル・アルベルト・アインシュタイン。私たちはネゲントロピーのメンバーで、極東支部とは協力関係にあるわ。うん、知ってる。この4ヶ月の間にあったことは、メイ先輩が全部教えてくれた。そういえば、メイ先輩が一緒にいないのは、この間に今いないから？ちょっと用事があってね。しばらく帰ってこないと思うわ。そうなんだ。じゃあ、気にする必要はないね。私の体、良くないんでしょ？嘘をつく必要はないよ。自分の体は自分が一番分かってるんだから。最初はちょっと感覚が鈍っただけだったけど、だんだんと痛みを感じなくなっていった。今はもう、怪我をしたことすら気づけなくなってる。キアナ、ハイペリオンが今長空師に向かって航行中だ。すぐに君を安全な基地へと送ることになっている。ネゲントロピーは全力で君を守り、君のために時間を稼ぐことを約束する。わかった。あんたたちを信じるよ。でもその前に、しておかなきゃいけないことがあるんだ。何？長空師に危機が迫ってる。ここに来た時気づいたの。水中の崩壊エネルギー濃度が恐ろしいほど高くて、崩壊獣の活動が他の場所よりもずっと激しいってね。それから2日経ってもその状況は悪化する一方で、海水が上昇し崩壊獣もより増えてた。何かが起こる前兆だよ。その件に関してテスラ博士も言っていたね。ええ。二日間の実地探査を行った結果、長空師の崩壊現象が強まっていっていることが分かったわ。ここはもともと第三次崩壊のせいで、大量の崩壊エネルギーが溜まっていたけど、今は状況がどんどん悪化してる。最初は、空の律者の影響による変化だと思ったけど、どうやら、そうじゃないみたいね。私じゃないよ。別の何かが、長空師に異変を起こしてる。崩壊エネルギーの濃度は今も上がり続けてる。いつ爆発するかもわからない。
このまま放っておいたら想像もできない最悪なことが起こるよ。その通りだろうね。ネゲントロピーはすでに救援部隊を用意している。超空死の爆発が迫り次第すぐ行動に移せるようになってるよ。極東は天命の管轄とはいえ無視するわけにはいかないからね。博士、この災害を阻止する方法があるよ。私なら災害が発生する前に超空死の崩壊エネルギーを全て吸収できる。空の律者の能力でね。あんた、自分が何言ってるか分かってんの？キアナ、それはいけない。君はもう律者の力を使うべきではないんだ。超空死の問題はネゲントロピーが対応する。僕たちを信じてくれ。アインシュタイン博士、誤解してるよ。私だって全てうまくいくことを願ってる。この危機を無事に乗り切ることはみんなが望むことだもん。だけど、もし仮にだけど、私たちの予想を超える何かがあったら、私は、私にできることをさせてほしい。この話はひとまずここで終わりにしよう。ハイペリオンが超空死に着いたら、状況を見て詳しい判断をする。他に知りたいことはないかい？最後に、一つだけお願いがあるの。なんだい？ここを出た後、あんたたちの言うことを何だって聞く。収容や治療にも協力する。自分が爆弾と同じで、人のいないところに隔離するのが一番安全だって分かってるから。だからね、極東支部のみんなを遠ざけてほしい。空の律者の問題が完全に解決されるまで、私に近づけさせないで。彼女たちは、あんたのそばにいることを願ってる。それはあんたも分かってるはずよ。うん。知ってるからお願いしてる。危険な目に遭わせたくないんだ。天球史で、メイ先輩と再会したとき、自分の目を疑ったんだ。メイ先輩は変わってた。やつれて、疲れがにじみ出てた。必死に平気なふりをしてたけど、私には一目でわかったよ。メイ先輩は、セーフレイヤーで仲間を見つけて、帰る場所や、過去に失ったものをやっと手に入れたのに。過去のトラウマだって克服してた。なのに私のせいで、何もかも壊してしまった。数えきれないほどの凍える夜、数えきれないほどの悪夢の中で、私は先輩の胸を引き裂き、血に染まった宝石を握る自分の手を、彼女が気絶して、ゆっくりと血の海に倒れていく姿を見てきた。私は。それは空の律者よ。あんたのせいじゃない。彼女たちは一度もあんたのせいにしたことがないわ。わかってる。わかってるから受け入れられないんだよ。あんなことがあっても、昔みたいに私を信じて、仲間として私の帰りを待ってくれてる。だから、もし私がまたあの化け物になっても、きっと彼女たちは私を見捨てない。何があっても私を守ろうとする。その時、私はあと、何回大事な人を死なせるの？私、そんなこと二度と起こしたくない。これは、私とシーリン二人のこと、決着をつけないと。でも、もうみんなを巻き込みたくない。もう、周りの誰かが傷つくのは見たくないの。